リンゼは、あちらが。はい。お目覚めで、ございますか？また、夜を徹しての、お仕事だったのですね。いえ、リンゼは、プロデューサー様を、案じております。はい。とても、良い音色です。いえ、買ってくださったのは、プロデューサー様です。そのような、申し訳ございません。プロデューサー様、はい。はい。ガラスは、長い時をかけて、流れている、とも申します。リンゼも、つまびらかには、存じませんが、揺るぎないように見えて、まことには、千年も、万年もかけて、流れ続けるのだと。プロデューサー様、プロデューサー様と風鈴が流れてゆくのを？いえ、リンゼは、あなた様がいれば。プロデューサー様、はい。プロデューサー様、まだ、お休みになられた方が。ですが。プロデューサー様。万事は、目には見えなくとも。少しずつ変化している。ですが、プロデューサー様、変わらぬものも、ここに、秘境。花の岩、苦音の愛。いえ。リンゼは、あちらが。はい。あれは、桔梗でございます。よろしいのですか？プロデューサー様、ありがとうございます。それでは、あれを。この花は、桔梗でございます。プロデューサー様。いえ、プロデューサー様。そのようなことは。はい。プロデューサー様のご迷惑でなければ、
履物を脱がれるのですか？はい。ふふ。暖かいのですね。はい。プロデューサー様、これは。プロデューサー様？2、8、3。翼。それでは、リンゼも。はい。古い少女漫画に出てまいりました。はい。リンゼは、足元を濡らしてしまいました。リンゼは大事ありません。ですが、はい。でも良いのです。このようにお隣を歩けるのですから。いえ、良いのです。傘は、不要でございました。プロデューサー様。海の中で、長い、旅の中で、このような姿に、大変に美しい姿です。プロデューサー様、リンゼにこれを。ビーチグラス、本当に美しい。いえ、とても良いものでございます。とてもとても。から、とても不思議な形をしているのですね。プロデューサー様、お見事な腕前でございました。ポンポンと波間を縫って。いえ、リンゼは。プロデューサー様、ここにも。リンゼは、いえ、4度飛んだ時には、リンゼは、ある方に、お告げしたいことが、ございます。はい。3、いえ、
リンゼは、構いません。はい。でも、それは、まだ、良いのです。はい。まだ。いえ、プロデューサー様こそ。はい、ありがとうございます。プロデューサー様、申し訳ございません。リンゼは眠って。ありがとうございます。バスは。申し訳ございません。リンゼは大変なご迷惑を。プロデューサー様、承知いたしました。もう眠ったりなどいたしません。プロデューサー様、やはり、お疲れだったのですね。プロデューサー様、そのように、お近く。ですが、今、しばらく、バスが、そろそろ、プロデュもしこのまま、プロデューサー様が、起きられなければ、リンゼは、叶うなら、このまま、プロデューサー様、そろそろ、お時間でございます。いえ、リンゼは、はい、元より、このような定めであったのでしょう。出来心。いえ、プロデューサー様、帰りましょう。